皆さんこんにちは、久しぶりの動画になります、うん、今日日曜日なんですけど、前の週ですねの何曜日かに、フォルクスワーゲンから DSG のリコールの、ニュースか案内がアナウンスがありました。前からこのフォルクスワーゲンの DSG の、には少しトラブルがあるからリコールにすべきだっていう声がユーザーさんの方からあるっていうのは聞いてはいてたんですけども、まあ、ようやく対策品が安定したのか、リコールが案内がありました。一応念のため私も、まあ、該当してないだろうと思いつつ検索したんですけど、車体番号ね、やはり、まあ、対象ではありませんでしたが、とりあえず可能性のあるフォルクスワーゲンは十数万台になるそうですので、この動画をご覧になっているフォルクスワーゲンのオーナーさんはご自身の車体番号を見ながら、フォルクスワーゲンのサイトでリコールの案内のところで検索してみてください。該当が多いので、まあ、なるだけ早く該当かどうか調べて、フォルクスワーゲンさんの方に該当であれば予約された方がいいのかなというふうに思っています。はい、このゴルフの DSG、 今乗ってる自分のシリーズの DSG については、まあ、通常の場合はギア変速が滑らかにいくので特に問題は、感じていません。で、たまになんかこう、問題があるという動画を見たことはあるんですけど、おそらく自分が同乗してる時とか、運転してる時にその異常をこの車では感じたことはないんですね。まあ、おそらくこれが乗っていったらあるのかもしれないんですけども、うん、まあ大切に変速についてはしていこうとは思っています。ということで、まあフォルクスワーゲンからリコールの案内がありましたよということと、まあ私はそれについて、まあ前向きに考えているというような内容でした。はい、それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。